先月開かれたあるイベント、全国でごちゃ混ぜの街づくりを進めようと活動する自治体や事業者がオンライン上でつながって意見交換しました。イベントにはごちゃ混ぜの取り組みを柳井市に誘致しようと活動するグループごちゃ混ぜ柳井のメンバーをはじめ、行政や企業の代表、市民などさまざまな立場の人たちが集まりました。柳井市も高齢化がすごく超高齢化社会になってて、で今からのそのごちゃ混ぜっていうのは、その障害者を中心として年齢層関係なくみんなで助け合って生きていける社会っていうので、私の今住んでる柳井市でも絶対必要だろうなと思って参加させていただいてます。第一印象はもうハテナでした。でもその中身を聞いたら、あ、そういうことなんだと思って、いろんな世代とかいろんな立場の人たちが本当ごちゃ混ぜになって いろんなことをやったり、一緒に、いろんなことを考えてやったり助け合ってやっていくっていうのはすごくできるできないじゃなくて理想だな、いいなって思います。いろんな価値観の中で の多様性を認められる社会になっていけたらいいかなと思っています。このごちゃ混ぜの街づくりで全国から注目されている場所があります。石川県輪島市です。地元の社会福祉法人が中心となって空き家を高齢者福祉施設や温泉、カフェなどに生まれ変わらせました。高齢者や障害者に働く場ができただけでなく、子どもから大人までが集うようになりました。自分たちでやっぱり支え合える仕組みを地域で作っていかないといけないっていうことで、縦割りであった社会をもう一回ごちゃ混ぜにして一つにして、お互いに支え合う、みんなが生きやすい、みんなが必要とされる社会を作っていきたいと思います。ごちゃ混ぜの理念に共感し活動を続けてきた飲食店やないろです。市民活動団体と連携して地域の居場所づくりに取り組んできました。その一つが子ども食堂。毎週日曜日の朝、一食100円で子どもたちやその保護者に温かい朝ごはんを提供しています。その後始めたのが子どもたちの学び場寺子屋です。地域の大人たちが講師になり、宿題や自習をサポートします。まさしく私がもうこの町でやりたいことが、そういう地域のコミュニティを広げながら、いろんなきっかけを持ちながらやりたいと思ってたので、ごちゃ混ぜって本当は私がお店始める時も実はごちゃ混ぜ、みんなで、交わり合う、そういう、居場所が作りたいねっていう話をしながら、お店を始めたので、ごちゃ混ぜっていう言葉を聞いて、あ、なんかすんなり入ったっていうか。土曜日の夜、この日は月に2回の寺子屋の日です。勉強の前にまずはみんなで揃って夕飯を食べます。はい、いただきます夕食の提供もセットになって参加費は1人100円。補助金や寄付金を活用しながら旬の食材を子どもたちに食べさせようと工夫しています。小学1年生から受験生の中学3年生まで、学校も学年も違う子どもたちはここで出会って仲良くなりました。ついてるついてる。食事を終えた子どもたちは荷物を持って店の裏側へ向かいます。2階が学習スペースです。
宿題やテキストを持ち込み、それぞれ勉強を始めます。子どもたちに勉強を教えるのはボランティアの大人たち。10人ほどが登録していて交代で参加しています。そうそうそう、ここまで来るとルートさんがこれや、でここで入れるわけ。代入者やつ、スワブの教員でした。で退職したのでちょっとこういうところに来てみようかなと。これ授業では全くないので、子どもたちの自由度が高いんですよね。で自分で教えてほしいっていうことをこうリクエストしてくれるから、まあ自分から学ぶっていう感じの手助けができるのでとてもいいと思います、はい、元教員や塾の講師、市役所職員などさまざまな人がいて、自分の経験や知識を子どもたちのために役立てたいという思いから参加しています。やっぱり地域に暮らす大人とか、あと親御さんも含めて、あの一緒に子どもたちを応援したいっていうところから始めました。なんか地域の秘密基地じゃないですけれども、なんかそういうふうな集える場所っていうのになればいいなというふうに思いますし、子どもたちとなかなか最近接点がない大人の方もたくさんいるので、子どもたちとおしゃべりしながら笑いながら、けどしっかり勉強するとか勉強しながら、なんかいろんなコミュニケーションが取れて、いろんな形が見れますね。子どもも大人も自由に集う地域の居場所、やないろ。活動はこれからも続きます。今からまた新しい生活様式の中でいろんな活動が広がっていくと思うので、その中の私も一人であり続けたいですし、その一人がやることによってまた次の人と出会いながら、どん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 点が線になって、線が円になっていくような、そういう街づくりになると、本当笑顔で暮らせる街づくりになっていくんじゃないかなというふうに感じています。